はいさい、こんにちは。沖縄のの、ちょ、挨拶。ちょっと逃げる。はあ、びっくりした。どうしよう。とりあえず、やっときます。何に襲われたの？多分こいつだ。たく。で、剣がないんで、剣、ずらしか何かで。よいしょ。斧で、よし、やった。あー、びっくりした。今なんか、クリーパーもいたの。くそ。まあ、気を取り直して、はい。収録やり直してございます。はい。というわけで、はいさい、沖縄の鈴木、狙われてるね。狙われてるね。なんで？どうして？なんで？はい、やっておきます。よいしょ。よし。もう適当に進めちゃうか。ここにね、石立ててあるのはね、これだいぶ前かな。この下あたりからなんかゾンビの鳴き声がすごかったんですよね。それで、まあ、石を立てておいた。この場所をちょっと思い出したんで、この下、ちょっとね、今日は見に行こうかと思います。なんかね、すごいんだわ。もう、ゾンビの声が。ちょっと近寄っただけでも聞こえてくるっていう。で、中に入ると、もっとすごく、いっぱい聞こえてくるような穴だったので、ちょっとね、不思議になって覗きに行くんですよ。よいしょ。この間と、ちらっとどの辺りまで入ったっけ？この辺りまでか。すごかった。今日は、一応聞こえてるか。前回のようにものすごい声じゃないけれども、一応なんか下の方からね、たまにうーって聞こえてくる。よいしょ。というわけで行ってみよう。降りながらも回収だけは忘れません。この下にも廃校があるのかな。それか、はい、ゾンビのスポナーがあるんじゃないかななんて思っております。よし、下へ降りるか。こっちだ。下はこっち。はい。鉄もあるな。今何が映った？これ。はい？もう一回。ちゃんと見に行きましょう。モンスタースポナーの天井、いや、苔石ではなかった。廃校の天井でもないよ。もう一回しっかり見よう。え？いや、なんだろう、ここ。なんだろう、ここは。はい。ちょっと穴開けてみよう。この下から、聞こ。なんか、ものすごく嫌な予感がしてるんですけれども、こんな近くにこれがあるっていう、なんか嫌な、やっぱり。おっと。なんでこんな近くにこれあんの？はぁ、あ。どうしよう。
とりあえずちゃんとで見なかったことにします。ちょっとそして、ちょっと別の方向行ってみました。壁ぶち抜いたらあったの、さらに通路があったんで、こっちからもうー聞こえるんだよな。で、お？なんかね、壁をドンドンっていうあのゾンビが村を襲ってる時の音がするんだけど、え？よいしょ。どっ、この辺り村ある？え？うちらの拠点からはだいぶ離れて、だいぶってことではないけど離れているので、あのあそこが夜襲われてる音とかがここに聞こえるはずはない。あ、向こうなんか明るいよ。なんだろう。で、さっき入った穴とはやっぱりちょっと離れてますね。ここも、ここは、はい、ちょっと取ってこよう。よし、はい、取ってきました。どうしたっけ、こっちか。よいしょ。あっち奥の方にマグマでもあるのかな。あ、マグマっぽい。グツグツって音が一瞬聞こえた。まあ、とりあえず明るい方向見に行ってみましょう。え？マグマ。あ、え？この隙間から見えてるあれってあれだよね。あれだよね。ああ、やっぱりあれだ。見つけたくなかった。はい、こちらも見ないことにして帰ります。あれ、間違えた。あれ、どっから来たっけ。ま、とりあえず見なかったことにしよう。というわけで、拠点に戻ります。そう、ちょっとね、こっち側の先の方にあったんで、ね、あの地下の廃坑とつながってる、また別の廃坑かと思ったんですけれども、違った。っていうかね、この廃坑ね、多分2つか3つぐらいの廃坑が合体した廃坑がこの地下にあるんじゃないかなと思っております。すごい広い、それだけ。そしてこの中は開いてないね。で、そのさらに先の縦穴があれでしたっていう感じ。どうなってんのこのマップの地下。はい、やだなぁ、なんか、遺跡か、要塞か、遺跡だね。それを探しに行く楽しみというのが、ないじゃん、これじゃ。っていう、はぁ、っていう感じだ。やだな。で、こちらの街並み、ちょっとね、時間があるときに、少しいじっておきました。うん、こんな感じ。村人たちが、住み始め、まあ、もっと住んでたんだけど、なんとなくね、あの増え始めております。家作ったら。はい、というわけで今回はこんなところで、それではまた。